皆様こんにちは。カンパスアートのいろはです。今日はパステルアートでてるてる坊主を描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られていますこちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきたいと思います。まずは背景を塗っていきます。背景はお好きな色を選んで茶こしで削って粉にして塗っていきます。明るい黄色を削って全体的に色を塗っていきます。でさらに薄い水色を重ねて塗っていきます。背景はお好みの色で構いませんのでお好きな色で描いてみてください。背景が塗れましたら型を作っていきたいと思います。型紙用の画用紙にてるてる坊主と、葉っぱと、雫、それから光の下書きをしています。こちらをカッターで切り抜いていきたいと思います。カッターで切り抜くことができました。こちらは使いやすいようにハサミで切り分けておきたいと思います。それではパレット用の白い紙の上に黄緑色と緑色を削っていきます。コットンを四つ折りにして葉っぱの型をお好きなところに合わせて内側に色を塗っていきます。お好きなところに葉っぱを増やしていきます。型を動かして好きなところに葉っぱを増やしました。空いているところはコットンに残ったこちらの色をうっすらと塗り足していきます。続いててるてる坊主を描いていきます。最初に作った型を作画用紙の上に当てて内側の色を消しゴムで消していきます。今回はこのままの形で固定をしますが、各位置は好みで調整してください。内側の色を消しゴムで消しました。さらに白色を塗り足していきたいと思います。コットンは少し先を尖らせた状態で塗っていきます。続いてピンク色を削っててるてる坊主の頬の部分にチークを入れていきたいと思います。先を少し尖らせて塗っていきます。型を外すとこのような形です。それでは光を入れていきたいと思います。光の型をお好きなところに当てて内側の色を消していきます。光を描き入れることができましたので続いて雫を描き入れていきたいと思います。パレット用の画用紙の上に水色を削っておきます。雫の型をお好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。内側が白く消せましたらコットンに水色を少しつけて塗っていきます。こちらは内側全体的に塗るのではなくて一部分だけに色をつけていきます。同様に好きなところに雫を描き入れていきます。雫を描き入れることができましたらてるてる坊主の表情を描き入れていきたいと思います。ペンや色鉛筆などで直接描いていきます。さらに吊り下げている紐の部分も色鉛筆で描き入れていきたいと思います。こちらは紐を上から吊るしている形になるんですが、そこは描き入れずに首のところだけにリボンを描き入れました。それでは、お好きなところに光を追加するなどして調整していきます。白ペンをお持ちの方は
さらに光を追加していただくと綺麗に映えると思います。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでてるてる坊主の完成です。背景は青空や、虹色などお好きな色でぜひ試してみてください。